早熟 VS 晩熟っていうことですね。どちらの方が身長が伸びるのかっていうことなんですけども、タンパク質の、ね、摂取量ね、これに関してと日本人の食事摂取基準2015年度版ですよ。身長ビヨン、医師学博士、整形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長飛ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日お話しさせていただくのは大人気種ですね、身長先生に聞けの32番目ということで、身長に関する、ね、疑問を皆さんからですね、コメントの方にいただいて、そこはピックアップして答えていくシリーズになります。本日はですね、前回の身長先生に聞けの31番目のコメント欄からですね、ピックアップしていきたいと思いますね。134個もね、コメントいただきましてありがとうございます。それでは早速ね、まず一つ目の質問ですってことで、サムネにもありますけども、早熟 VS 晩熟ってことでですね、 K さんですね、早熟の人と晩熟の人では本当に晩熟の人の方が最終身長が高くなるのでしょうか。あとお風呂のあと冷水シャワーというのは寒冷療法とい、身体をストレス下に置くことで、その後寒冷から解放された後に成長ホルモン分泌が起こりやすくなるということらしいですということですね。早熟 VS 晩熟っていうことですね。どちらの方が身長が伸びるのかっていうことなんですけども、結論的に言えば基本的にはやはり晩熟の方が身長が高いというのが一般論という表現でいいと思います。ただしそれが全ての人に当てはまるかというと、そういったことはもちろんないです。例えばですけども、マラソンを走った時に初めの方にね、めちゃくちゃ走るタイプの人と後の方に頑張って走るタイプの人、まあいろんな人がいらっしゃって、どっちの方がねタイムがいいか議論に似てるかなと思います。どちらもですね、タイムがいい人っていらっしゃいますので、どちらも身長高くなる可能性があるというふうに表現になります。ただし今一般のとしては晩熟の方が身長が高い傾向というふうな表現でいいと思います。かなりの高身長の方々のエピソードを聞くと、高校生になってから何センチも伸びたとか、高校卒業してから伸びたって話はよく耳にしますので、晩熟の人の方が高身長になりやすいということはお伝えしやすいんじゃないでしょうか。あとはですね、この冷水シャワーってことですね、これに関してとね、正直言うと分かりませんっていうのが正しい答えだと思います。現状として私から推奨するような内容ではないと思います。次ですね、17歳なんですが、16から17にかけて1から2センチ伸び、171から172になりました。O脚や姿勢矯正をした場合、何センチくらい伸びる可能性がありますか？かなりヒゲが入っています。あと運動部なんですが、タンパク質はどの量を摂取するといいですか？計算式などあればお願いしますってことですね。まず最初の質問ですね。O脚や姿勢矯正をした場合、何センチが伸びる可能性があるかってことなんですけども、これ計測身長って表現で私ね、よくお話ししていると思います。生物学的にですね、身長が伸びるっていうのと、計測する身長が伸びるっていうのは少し意味合いが違います。どういうことかというと、生物学的身長っていうのは生物としては大きいって意味なんだけども、本当にそれが大きいかどうかっていうのは実際計測しなくちゃわからないわけですね。そこで人間であれば身長計っていうのを使って計測した身長をその人の身長というふうに呼ぶわけですね。それがですね、O脚とか姿勢矯正になってくると高くなるという表現になります。具体的にはおそらく期待値としては1センチ、どんなに多く見積もっても2センチぐらいというふうに表現するのが私は適切だと思います。タンパク質の、ね、摂取量ね、これに関してと語弊が出ると困っちゃうので難しいとこだよね。例えばなんですけども、厚生労働省日本人の食事摂取基準2015年度版ですね、そちらの方の基準を見てみると、タンパク質の食事摂取基準ということで、3から5歳だと推奨量としては 25g、 6から7歳だと 35g、 8から9歳で 40g、 10から11歳と 50g、 12から14歳と 60g、 15から17歳と 65g、 18から29と 60g、 そういったところがね、一つの推奨量として、男性であればそういった量、女性であれば3から5歳が 25g、 6から7歳が 30g、 8から9歳が 40g、 10から11歳が 50g、 12から14歳が 55g、 15から17歳が 55g、 18から29歳が 50g っていうことになりますので、こういった基準値に関して言うと、多くの場合は厚生労働省の方で発表されていることが多いので、皆さんも同じような疑問を、ね、感じた場合は、まず厚生労働省で検索してみるといいかもしれません。はい、愛さんですね、小学校の頃4年生から6年生頃まで肥満度が20から23% で、判定で言うと軽度肥満だったんですが、この程度の肥満でも思春期を本来迎えるはずだったタイミングよりも早く迎えた可能性はあるんでしょうかということですね。まずは早熟になる原因として、いろいろな原因が考えられてなかなか難しいんですけども、その中でも肥満や夜更かしってのはおそらく良くないでしょうというふうに言われています。肥満度が20から23%ということで、おそらく BMI といって、 BMI イコール体重割る身長の自乗したものっていうところになります。 BMI っていう数字が 18.5 未満だと痩せ型、 18.5 から25だと普通体重っていうところで、これの中なのかな、ごめんなさい、この肥満度がどの値を指しているのかがちょっとわからないです。
少なくとも軽度肥満だったっていうところなんで、ちょっとだけ太ってらっしゃったところですね。これがどれくらい関係あるかっていうところですね。難しい。これに関して言うと、もしかしたら関係性あったかもしれないけども、全く関係がなかった可能性も十分にあり得るでしょうという表現が正しいと思います。はい、M さん。今、高2で身長 156.5 センチです。足のサイズは 26.5 です。手の大きさは普通です。毎年、小中高必ず4センチ伸びています。4センチ以上伸びなくなることもなく、4センチ以下伸びることもない、といった一定の高さで伸びています。親の身長は171、151。中3の夏ぐらいに玉の方に陰毛が生え始めました。中3の冬ぐらいに声が徐々に低くなり、顔の骨格が大人っぽくなり始めました。高1ぐらいから脇が生えました。いつピークが来て170センチ超えるか教えてほしいです。これはかなり評価としては分かりにくいですね。まず最初にですけども、私の方で身長の評価するときは成長シートっていうのを使います。成長シートを使うと、現在の年齢や月齢からですね、平均的な身長伸びをですね、評価してあげることができますので、そういったのよく使うんですけど、今回は年齢が書いてなくて、漠然とした情報が多いんですね。ちょっといくつかね、成長シートの方に当てはめながら検討していきましょう。高校2年生ということで、仮に彼が16歳と6ヶ月というふうに仮定したいと思います。16歳6ヶ月で 156.5 センチというふうな表現であれば、日本人の平均的に身長が伸びていくと 158.0 センチ。まずそれが一つになります。それに対して、全く今までピークが来たことがないんですよっていうところになってます。お父さんとお母さんの身長171、151ですので、遺伝身長は171、足す151、足す13、割る2は、167.5 になりますので、そういった意味だともう少しね、高い値をですね、期待したくなるというのも言えるでしょう。それに対して、思春期症状として、中3から陰毛が生え始めてきて、いわゆる思春期症状が出てきたということですね。これも何歳なのかわからないんですけども、まあ仮に14歳半とか15歳だというふうに仮定してみると、現状としては非常に万熟でしょうというふうなね、表現がおそらく正しいと思います。そういった意味からすると、平均的に身長が伸びていくと158センチというのが最終身長になるんですけども、それでもね、かなり高い数字が期待できるでしょうという表現になります。ただし、例えば170センチに十分にいく可能性があるかというふうに言われると、少し難しいような印象もあります。あとは実際にですね、骨のレントゲンや採血などを行って正確に予測をしてみるといいと思います。ピークに関して言うと、まあ、そろそろピークというふうな表現がね、正しいんじゃないかなというふうに予想します。はい、次はね、王さん、最近チャンネル登録して成長シートを入手しました。ありがとうございます。皆さんもね、成長シートね、欲しい人は LINE の方ね、送ってください。ちょっと疑問が多い方で、詳しい方に聞きたいですね。私めちゃくちゃ詳しいですから、新庄先生答えたいと思います。ということで、7歳から13歳6ヶ月まではデータいただきました。そして補足として、10歳までは最終身長が180くらいの推移だったのに対して、そこが一旦低くなって、13歳6ヶ月でまた SD が上がり始めています。陰毛この辺りです。父様の身長は175センチ、お母様の身長は164センチということで、遺伝身長の方は175足す164足す13割るには176センチというところになりますね。その中で、この彼がですね、180センチいけるのかというのを検討していきたいと思います。ということで、いつも通りね、成長シートの方で、ね、こちらの方やっていきます。こうやって見させていただくと、7歳から10歳の間はですね、このオレンジのところにいらっしゃいますので、プラス 1.5SD という評価になります。ので、181センチ程度のペースにいらっしゃったことがわかります。それに対してなんですけども、大体ですが、10歳から12歳にかけて、グラフで言うと大きく左側にシフトしています。そして12歳の時に底を打ってですね、一番低い時期ですね。その時期はですけど、175程度まで落ち込んでいるような形になります。そこから反転し始めて、右側にシフトしているっていうようなグラフになります。これはですね、ズバリ、超盤熟です。非常にわかりやすいですね、超盤熟系のグラフになります。盤熟系の特徴としてはこういう風にですけども、11歳とか、思春期が皆さんが始まってくる頃に伸び率が遅くて、その後にですね、挽回していくっていうタイプになります。なおかつ、陰毛の生える時期も13歳6ヶ月ということで、遅い兆候にありますので、この方は盤熟で確定になります。13歳6ヶ月の直近のデータはですね、169.5センチというふうに記載があるんですけども、そこからすると平均的に伸びの 178.8 から 179.5 というところになるんですけども、この方の場合ですと、盤熟がほぼ確定ですので、180以上になる可能性が非常に高いでしょうというふうなのが、このデータからお伝えできると思います。ただし、やはりね、お父さんとお母さんのね、遺伝身長からすると、油断は禁物ということで、ここからもですね、私の動画をしっかりとフォローアップしていただいて、180をしっかり超えていただけると幸いです。それ最後ですね、足をストレッチで伸ばすことは可能ですかってことですね。これもですね、先ほどお伝えした継続身長を高くするってことですけども、これね、私の方も、ね、定期的にね、身長伸ばすストレッチ動画配信しておりますので、ぜひ参考にしてください。はい。今日はじゃあこれぐらいにしましょう。今回もね、皆さんの方にバシバシコメント欄の方に書いてくださいね。ピックアップして答えていきますので、ぜひお待ちしております。身長ビヨーン